ますか、じゃあ。はい。ミュスタート。さあ行くんだ、その顔を上げて、新しい風に心を洗おう。古い夢は置いてゆくかい、再び始まるドラムのために、そう、まあ、アルバムの中もいろいろ聴かせてもらったんだけど、はい、2人の曲あるよね。あります。そうなんですね。じゃタングステン、ちょっとぜひぜひ歌ってほしい。やべえ、タングステン。はい、これまだあんまりどこでもパフォーマンスしてないんですよ、まだ。その貴重な回をこれからに捧げてもらって。いやいや、全然本当に。ありがとうございます。じゃあミュージックスタート。絶対に何十年も孵化しなくて、タングステンのように硬くて、頑張ってる君が決めて、 Going my own way、 点と点が線になるまで、 Yes or 手をかける日まで、この道を塞ぐ流れ、ブルマイがしたいから。 Yeah! いいね。いいじゃん。いいね。座りながら歌うの初めて。そうなんですよ。ダイビングロケ一番難しい。くらいから始めてはいたんですけど、4年生から始めたの。そうなんですよ。公演で持ち歌1曲だけ、うん、当時、うん、ツイッターとかに、うん、何々公演の心当たりで、ちっちゃい男の子が、うん、永遠に1曲をリピートして歌いまくってるみたいなのを書かれてるのをなぜか回ってきて、うん、これ俺じゃんみたいな。その時は何歌ってたの。その時にグリーンさんの奇跡をずっと歌ってましたね。鬼リピ、グリーンリピしてましたね。今のさ、はい、こう19になったたっちゃんバージョンで行きたいんだけど。いいね。やばい、めっちゃ久しぶりに歌うかもしれない。ミュージックスタート。2人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑っていたくて、ありがとうや、愛してるじゃまだ足りないけど、せめて言わせて、幸せですと。イエー、めっちゃいいじゃん。今のたっちゃんの奇跡はめっちゃいいね。これおにりぴーしてる。これを初めて泊まってくださったのが関西のおばちゃんだったんですよ。こんなとこでなんか一人で頑張って偉いねってジュース買ってくれたんですよ。それが嬉しくて、もうそこからもう関西のなんていうんですかね、おばちゃん全員いい人みたいなイメージがあります。もう応援してくれる方も多かったんですけど、やっぱ人前に聞かせる上でやっぱ自分の声が届けられないなみたいなのになってきた時期もあったんですよ。そっか、変声期になったのか。そうです、うん、もう本当に5年生ぐらいから始まって、うん、もう毎日のように音程がもうどんどん下がってって、エグザイル淳さん、うん、道しるべっていう曲があって、
まあ、キー的なものもあるかもしれないんですけど、あとは本当にどうしても歌詞の中身とか、うん、読めば読むほどなんか自分に向けて歌ってもらってるような気がしてきてて、うん、なんかそういったところにすごく勇気づけられて、道しるべ聞いてもいいですか。え、いいですか、うん、君が歩く道を未来が歩く、僕が歩く道は小さな道しるべ、知らず知らずに繋いでいたいと思う、気づけば遥か長い歴史となり、いつの日にか訪れ曲なかったらもしかしたら歌やってないんじゃないかっていうレベルで助けられたなっていうのは、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に今日はもう以上です。まだ浮かばられてないんですけど、大丈夫。ドライビングカラオケ、ちなみにのさ、はい、やっと来たよって俺の話してよって、もう鼻ほじって待ったよね今ちっちゃい頃よく聴いてた曲とかってある？ひいおじいちゃんとひいおばあちゃんの影響で、うん、ずっと演歌を歌ってたらしくて特に北島三郎さんの曲をずっともうリピートして聴いてて、でもほんとひいおじいちゃんとひいおばあちゃんの前でもおもちゃのマイクで一生歌ってて、で歌を知ったっていう感じですね、一番僕印象に残ってるのは祭りっていう、お祭りが聴けるって話ですかね。これで曲名言ったらもうほぼ確定です、うん、そうね、確かにさっきたっちゃんもそうでしょうね、はい、まあどうしよういいですか、じゃあはい、コンポ初公開。男は祭りよ、とさ担いで生きてきた、よっ白いふんどし引き締めた裸は歌手に雪が舞う、祭りだ祭りだ祭りだ、お年祭り、血の匂いの染み込んだせがれその手が宝物、ポポポやば、様になってる、様になりすぎでしょ何拳もできんの、まあ、すごかったよ今、ふざけようか迷いました、ね、俺も練習しよう練習ドライビングカラオケ、祭りからさ、はい、LDH っていうのがさ全然繋がんないんだごめんごめんごめん、そうすよね、え、どういう流れでさ LDH に入ったの、はい、親がそもそも EXILE さんが好きで音楽めちゃくちゃ聴いてて、で僕もそれをこうだんだん自然と聴くようになってて、僕はもうずっと EXILE TAKAHIRO さんの、まあ、ソロ曲だったりをずっと歌ってまして、うん、ラブストーリーっていう曲があって、じゃあそんなラブストーリー聴かせてもらってもいいですか。はい、yeah. 今届けたいよこの夢と精一杯の愛を詰め込んだから、さあ届
並みいいねやっぱね、うん、ずっと歌ってなよ喋らずにドライビンカラオケ。あのセナミもさ、はい、前世紀の時あった？中学校1年生ぐらいになった時に、うん、これでもかっていうぐらいガッて声が下がって、うん、ある時僕がある曲と出会ってやってみたい、歌いこなしてみたいなっていう風に思った曲があって、うん、それがあのザ・コールっていう、うん、あの、うん、カラークリエーションっていう方の、うん、知ってる知ってる結構有名だし、いけてるよ、いけてるよね。ボーカルの先生にこれが歌いたいんですけど、マジか。もうそれを一時期ずっとザ・コールを一生練習してたっていう。え、その時の音源とかないの？あ、あります。えめっちゃ聞きたいね。どう今ある？え、今聞かせてくれるの？すげえ。めっちゃいいじゃん。あのこの曲ね、そう僕が作った曲で、すごいね。いや嬉しい、めっちゃ嬉しいよ。じゃあすごい方たちだなっていう風に思いながら変声期過ごしてたっていう。マジかよ。頑張ってよかったね俺らね。さ早く言ってくれって言って。最初からカバーがってたよ。自分に至っては、うん、上手いとも下手だとも思ったことがなくて、歌に関してめちゃくちゃ挫折したりっていうのがあったんですけど、ダンススクールで一緒に頑張ってた戦友というか、うん、カラオケに行ったんですよ、プライベートで。僕がゆうりさんのドライフラワーを歌ったんですよ、うん、そしたらその友達からめっちゃ歌上手いやん、この曲めっちゃ合ってるぐらいみたいな、セナの声みたいな言われて、ライバルに上手いって言われるのってちょっとやっぱこうなんか特別感あるじゃないですか。 それ聞いた瞬間にちょっともう自分の声可能性あるかもみたいな。次ちょっとせっかくなんでちょっと皆さんで OKOKOK 歌いたいですよ。じゃあ最初ちょっと歌って、はい、うん、多分私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね、二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。
毎日が本当に新しいことだらけで、うん、なんかやっぱりまだまだ自分らの何ですか力不足というか未熟さにすごく気づく一年だったですし、うん、なんか改めてアーティストとして何を届けていくべきなのかとか、うん、どういう姿であるべきなのかっていうのをすごくいろんなこと知るからこそなんか考えるような一年だったなっていうのは思いましたね。ファンの方を目の前にしてパフォーマンスしてやっぱ初めて成立するものなので、やっぱ次また会う時はまた成長した姿で絶対に会いたいなってい こうそういう前向きなこう思いと、やっぱまだまだだなっていい意味での力というかはついたかなというふうには思いますね。はい、なんかそんなファンに向けてっていうか、大体曲あるリルリーグの曲の中でやっぱりリルリーグの、うん、ハイヤーという、お、うん、聞いてもいいですか。あ、はい、お願いします。お願いします。ハッ、Yeah、Let's go。よくて駆け抜けた証し Boys and Fruit 刻まれたジャージ記憶のハイライトあの日のナーベス青いつぼみのようにまるで不甲斐ない、向かい風が Blowing, blowing 行く手を塞ぐ No way, no way どうぞ広がる想像 No way back ただ見つめる頂上今感じてる未来への期待始まりの予兆Look up to the sky ここがスタートライン決して満足しない駆け上っていく気流にタイム Make it higher 世界を上から見てみたい Let me go higher は風風み道だらけけど一人じゃない Make it so high yeah, yeah. いつか色鮮やかなサーマーイ好きだわ大好きこれ今日本当にありがとうございました。楽しかった、ありがとう、嬉しかった、2人のことめっちゃ好きになった、うん